こんばんは、魔界闘士です。前回でラスベンチュラス編が終わりましたので、今回は CJ の休日になります。ということで、ゲーム進行と関係ない単発ミッションの紹介になります。PS3 とか PC でこんなの流行りましたね。 PS2 でこんなゲームないかしら。この世だけつながるため、ラッキー。左奥から攻めます。最後は3点エリア。このシーン、ちゃんとタイヤを100回りさせて戻ってますね。きっと世界記録でしょ。8個できた。お次はまたクラスレース。どちらもラスベンチュラスのアリーナで参加できます。よく考えると、PS2 で12台のレースとなりますが、ニードフォースピードなんかは、PS2 版は、かなり CPU の数減ってますからね。レース自体は、丁寧に走っていけば楽しいです。本気出してないですが、敵のアーマーになりますよ。ほぼほぼ転んでいます。みんな暴落しようです。しかし転びすぎでしょうか。
ーはコロンボリカバリに注意して邪魔しています。処理不能になったのかな。あとはもう切りたい。お次は鉱山ミッションをプレイしてみましょう。鉱山じゃなくて採石場だって。ブルドーザーは運転しにくいです。後輪駆動の上、ハンドルで曲がるのも後輪なので、超オーバーステアです。石は指定のエリアに落下させないといけません。全然違うところに持って行ってもダメですよ。
これぐらい避けていけるかも。相変わらず笑える世界観。ライバル組織に爆弾を仕掛けられたって草。内容は先ほどと特に変わりませんね。石が爆弾に落ちただけです。挟まっちゃって踏んづけましたけど大丈夫ですかね。現場事務所に帰るのが一番難しいかも。別にダンプで追跡しなくても。と言っても乗らなきゃ進めないからね。対向車と比較するとめちゃめちゃ大きいんだね。見えてきましたよ。破壊するには体当たりを続けたり導線をしてロケランとかでいいよ。おりゃ、お相撲、お相撲。
また唐突な。闇処分業でもやってるのか。砂漠の滑走路とは CJ が買い取ったところです。多少の衝撃なら大丈夫ですが、正面衝突とかすると爆弾が爆発してゲームオーバーです。カスさんだとただのドライブにしかなりませんね。右スティックでダンプです。何これ、バグってる。距離 1800m って何かしたっけ。ではまた現場事務所。だから敵ってなんだよ。よくわかりませんが、自社の貨物を積んだ列車が狙われていると脳内で保管しておきますか。線路に爆弾とかひどいことに。こいつ、クレイジータクシーだな。線路から数メートルくらい離せば無効化されますよ。
また何かわからない設定が出てきました。まあ下っ端は細かいことは親切指示をこなさなければなりません。面倒なので2つ一気に行きます。これは最初にテキストありましたがマネキンですからね。マネキンは滑りやすい。平坦な道を行かないとマネキンが跳ねてどっか行っちゃいます。星、いい感じに。Let's go to our next caller. All right. Colonel James Keith, United States Marine Corps, 2nd Battalion. Laszlo, that caller made a really valid point. These kids today have no respect for authority. And there is one thing that would whip them into shape. Let me guess. The military. That's right. The military teaches you respect, obedience, and it gives you a good pension. These kids that thought they were going to be millionaires, look with...ダンプカーで下まで降りて積んではいかんのか。ほい。もう一つぽい。壁にぶつかったりすると振動でバイクなどが落ちる場合があります。落ちたらまた積み直し。バイクにマネキン積んで乗り捨てすり合わせてすむんだね。なぜかタイムカウントあるみたいですね。採石場スピードランなんか誰もしないだろう。ではおまけパート全編はいつも通り自爆して終わりとします。ご視聴ありがとうございました。